有安ありとキラカリンの K プランニングラジオ。この番組は毎週金曜日23時より15分間お送りしているラジオです。本日は先週に引き続き12月14日水曜日カリンさんの自宅よりお送りしております。はいはいはいということですね。はい、10日前に収録しております。10日前、9日前ですね、はい、収録しておりますということですが、オープニングテーマは何でしょうか。冬休み。はい、もうね、あのこの放送の時になったらもうね、みんな冬休み。そうなの？あ、学生は、学生は、うん、あ、そっか、どうなんですかね。あ、でもこのぐらいか、うんと思う。今日で終わりとかやったかもしれないですね。終業式やったかも。で、明日から土日始まるんかもね。かな。うん、多分そんな感じだった気がします。20日前後のような気もするけど、でもそうなんかな。なんか、うん、昔私の時代は23日も祝日だったんですよ。うん、ああ、そう、そういう、みんなそうでしょ。で、当時の天皇、今の上皇がお誕生日ということで、はいはいはい、祝日ではなくなったので、そうですね、うん、多分挟まなくなっちゃったからかな。そうそうそうね、そう、なんかね、その、そうそうそう、いわゆる天皇誕生日が ないからさ、はい、私たちっていうか、まあ普通に今2月ですよね、祝日が。はい、うん、なんか普通に23日とかって休みっていうイメージ強すぎて、ね、イブイブとか言ってましたもんね。そうそうそう、ね、あって、なんかそのカレンダーとかね、うん、見るじゃないですか。もう今は火事ではないんか。ないですね。あ、残念な話。対応して、ほんまですね、対応してますね。うん、去年はね、うん、あれだ、去年、一昨年とか、なんかちょっと。もう令和経って4年ですよ。あ、そっかそっか、その令和になる時かな。うん、なんかその、一時ね。一時ちょっとあれだったけど。はい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 。ね、うん、休みで嬉しいのは、はい、通勤するときにめっちゃ空いてるっていう。ああ、学生さんが乗ってないからね。うん、それはすごい思うかな。でも学生さんも、うん、あれ、部活とかは行くんじゃないですか。あ、でも冬休みってそんなになくない？いや、ありましたよ。ありました。普通に。あ、そう。はい、私全部運動部でしたけど。はいはいはい。ありました、ありました。どうだったんだろうな。私ね、冬休みはね、必ず年賀状のバイトをしていたんですよ。郵便局で、あ、高校生の時ですけどね。なので、なんか部活行く、年賀状行くみたいな、なんかそのイメージでした。あ、うん、年賀状ね、大変っぽいね。仕分けとかね、配達とかいろいろありますけど、うん、そうですよね。いや、楽しかったです、まあ、冬休みってなんか本当になんかあっという間じゃない？ 2 週間もないわけで。ないですね。今の子はもう、いつぐらい、1月8日か9日ぐらいには始業式やと思うんで。まあね、なんか私的には羨ましいと思うけど、うん、でも普通に今年のその年末年始って1週間なんですよね。はいはい、あ、そうなんですね。うん、あの、ほぼ私が会社の冬休み、うん、そうそうそう、うん、で何日からですか。一応まあ29日から4日までなんですけど、はいはいはい、もうね、ほぼ全部私ね、埋まっちゃってて、休める時間がなくて、うん、それはお遊びの予定ではなく、いや、もうほぼほぼ遊びだよ、ね、そのうち2日は KinKiKids のライブですよね。そうなんですよ、はい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 、でそれ以外ね、あのお友達と会ったり、あと鶴橋行ったり、うん、あ、なるほど。いろいろ鶴橋の正月、違う、あの年末、うん、正月用のキムチが食べたいって、はい、あの、そんなんあるんですか、正月用のキムチ。いや、うちがその正月を迎える時にキムチ食べたいっていう姪っ子がおるわけで、まあ、引き連れて行くわけで、 あと髪の毛一定とかいろいろあるじゃないですか。じゃあぜひその、あの年末の様子なんかちょっと動画でパパパって撮って、あ、それなんか Vlog する Vlog、 それずっと撮るんじゃなくて、もうパン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 って撮って短く、なんか、ね、そうですよね。そういう発表も面白いかも。いや、ぜひ作ってみましょう。私の冬休みは、うん、まあ、もうフリーランスなんであれなんですけど、うん、家族旅行予定がありますね。はい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 。で、今年はなんかその行き先とか発表はできるんですか。行き先発表しちゃいましょうか。いや、うん、これは楽しみにしとこう。 Vlog に、 Vlog でじゃあ、はい、ぜひね、ここであの皆さんに重要なお知らせがあるんですが、はいはい、ぜひぜひ。実は去年1月1日に家族が、うん、家族とか両親が声だけ出演 OK もらって、うんうん、もう一個前の年の正月の、はい、あのことを覚えてるかクイズやったんですよ。その動画全部完成したのに
あげるタイミングがなかったんですけど、はいはいはい、今年の年末にあげてもいいでしょうか。ぜひどうぞどうぞ。面白いですね。明けましておめでとうございますで、ね、始まってるんですけど、そこはなんかちょっとテロップ入れて、なんか来年に回すのもなって思ったんで、うん、あ、ぜひ、なんかぜひうちの家族の今、うん、これ家族もし聞いてたらえとか言ってるかもしれないですけど、よかったらっ何かの企画の中に入れさせてもらうか、それ単発でやるか。いや、なんかね、そう、だから2022年の1月1日に収録してる、うんうん、2021年の正月を覚えてるっていう謎の、うんうん、謎の動画、1年前覚えてるってやつ、ね、謎の動画をまさか1年もたしてしまうっていうのちょっとあったんで、ちょっとそれで今年はもうちょっと12月はこのチャンネル注目しておいてください。お願いいたします。お願いします。はい、かりんの玉手箱。このコーナーはキラかりんさんが経験したことを話していただきます。本日の玉手箱はじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんの広島の呉に行ってきました。あ、今の音楽はあれですか、宇宙戦艦ヤマト。わかりました。はいはいはい実はあの、私幼稚園の年長組の時に、うん、宇宙戦艦ヤマト、うん、これ演奏してるんです。演奏してるの？私はティンパニーでした。あ、でもあの他の子はピアニカとか。はい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 、ティンパニーできるのすごいじゃん。ティンパニーっていう楽器が好きすぎて面白いよね。その時に宇宙戦艦ヤマトっていうのを知って、うんうん、後に木村拓哉さんが主演で映画やられてたじゃないですか。黒木メイサさんと、あ、なんかやってたね、ヤマトっていうのね、山崎隆監督のやってたんで、それでヤマトの話は大々知ってます。あ、ほんまですか。要はちょっと宇宙行くんでしょ地球やばいから宇宙行くぞみたいな、なんか取りに行くぞみたいな、すんげえ端折ってんねんけどでもそのヤマトじゃないんですよね、カリンさんのクレは。クレはね、はい、はい、実はもともとその九州の方にちょっと用事があって、うん、旅行する、旅行っていうかね、人にちょっと会いに行くっていうので、うん、1日その日帰りっていうのもなんだなっていうので、うん、どうしようかなってって考えてたんですよね。11月の話ですか？12月です。あ、今月の話です。うん、そう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 。すごいいろんなとこ行ってますね。はいはいはい。で、まあそれはまあ用事だったんですけど、はいはいはい、まあ、前日からね行くのに、うん、まあそんなにちょっと九州でね回るところもそうなかったんですよ、その時はね。はい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 、で、あ、そうだと思って、うん、実はずっと呉に行きたかったんですよ、一回ね。で、まあシナリオを書くのに、まあどんな感じかなっていうことで。うん、広島の呉寄ってから、うん、一応福岡まで行くっていうやつをしたんですね。はいはい、で、その最初にじゃあ広島に行った。そう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 。はいはいはい、で、あれですよ。あれじゃわからない。まあ、ごめん。ヤマトミュージアム、はいはいはい、行って、その隣にね、あの鉄のクジラ館って言って、本当の潜水艦を資料館にしているのがあるんですよ。だからあの。うん、さっきの私の話のヤマトじゃないですよ、皆さん。宇宙戦艦ヤマトではなくて、映画で言うと男たちのヤマトの話ですからね。はい、そっちですね。はいはいはい、私が好きすぎて歌ってしまいました。あ、そうなんですね。はいはいはい。はい、でね、ヤマトミュージアムはね、うん、まあ、あれなんですけど、そんなに、なんていうのかな、変わった部分っていうか、その船体の中に入ってどうこうっていうのはなかったんですけど、はいろいろね、今までのその歴史的な部分とか見て、ほうほうほうって見てたんですけど、はいはい、その鉄のクジラ館の方で、潜水艦のね、うん、実際の尺が分かるわけじゃないですか。うんうん、もう、どう思ったと思います？最初に。どう思ったか。うん、狭ですか？もうほんまそうそう、それ。狭、引く。うんうん、3段ベッドあるんだけど、うん、入ったら出てこられへんのちゃうかっていうぐらい狭い建物。あ、なるほどなるほど。うん、で、まあそこを体験して、やっぱ圧迫感怖いなっていう、私の中ではすごい、うん、体が怖いなって思いながら出てきて、はいはいはい、で、まあその後に、まあ海軍さんのカレーっていうのを食べて帰ってたんですけど、まあカレー有名ですよね。カレー有名なんですね。毎週金曜日ね、曜日感覚忘れないために、うん、カレーを食べるっていうね、うん、海軍あるあるでありますけども。そうなんですよね。で、私そうそう、アリさん、陸空海だったらどれが好き？陸空海どれが好き？考えたことなかったですね。いやいや、まあまあまあ。でもその、うん、海軍は、うん、
あの言ったら海上保安官でいいですか、海軍、まあ、戦争の海軍はちょっと分かんないんであれなんですけど、そうですね、そこの設定は本当あの戦前っていう設定で考えてもらったらいいんですけど、戦前で考えたらちょっとね陸軍が分かんないですけど、うん、まあ自衛隊で置き換えていいですよね、はいはいはい、あの永遠のゼロは空軍ですよね、はい、あれ空軍ですね、だから空軍の方が話としては知ってるかもしれないですね、あうん、そうなんか、うん、まあ、ゼロ戦とかそういうやつですよね、そうですね、はいはいはい、私ねなんか海の男いいなぐらいな感じで、はいはい、あのセーラーってもともとそこから来てるからなんかそういうのとかを見て、まあ、どうしてもねあのな物を描こうと思ったら、はい、その昭和だから戦前までで、はい、そのあたりを作ってしまいたくなるんですよね、うん、すごいカメラからしたら撮影が大変ですけどね、うん、絶対そうだと思うわ、そうですけどうちもそのヤマトの知識はその男たちのヤマトとか、うん、言ったら映画化とか漫画化とかされてるものでしかあんまり知らないんですけど、うんうんうん、まあねいかに人がたくさん乗ってて、うん、いかに沈没していったかっていうね、そうですね、うん、あれやったか、坂の上の何やったっけ、うん、あど忘れしちゃったな、坂の上崖の上のポニョやったしてるんですけど何ですか、あいやいやそのモックンがやってたやつか、そういうの、海軍とかのやつで、はいはいはい、坂の上の雲、あ雲か、はいはい、うん、なんかそういうのも多分使ってるのかな、撮影とかでなんか、うん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 、で明治村とかはね結構撮影でやってたし、ね、司馬太郎がね原作のお話ですよね、うん、はいはいはい、そういうのとかね、うんうんうん、あの見てたら、うん、あーってやっぱ思いますんでね、やっぱり歴史的なものはね残しといた方がいいと思うんでね、ぜひどんどん作ったらいいんだったけどね、うん、今月かな、うん、公開されるあの、うん、ラージ愛を込めてやったっけ、うんうん、二宮和也さんの、うんうん、シベリアでちょっと捕虜となってしまって、うんうんうん、衣装を届けたいけど届けれないから仲間たちが覚えてくれてみたいな話があるんですけど、ほんと戦争のね話って、まあ、美化はするわけにはいかないですけど、なんとか後世にね伝えていかないといけないのかなって自分も体験しないけど思いました。有安有のちょっとした話、今回のちょっと話は今年の漢字発表されましたねっていう話です、はい、ということで今年の漢字何だったか知ってますか。清水寺で発表された戦あれね戦っていう感じなんですが、戦争の戦ですよね、戦ですよね、はい、要はまあウクライナとロシアの戦争があるっていうかね、うん、はい、いう話とか、ね、まあ、あとはなんか後付けでいろいろなんか円安やからなんか価格との戦争とかなんかね、いろいろね、ワールドカップの熱戦とかねいろいろまあありましたけど、まあ、大きくはロシアとウクライナのことかなって思うんですけど、かりんさん的な今年の感じは何でしょう、うん、ありますか。でも、はい、自分の中に留めたい感じとしては、はい、すいません、愛っていう感じが欲しいかな。愛情の愛ですか。そうです、ラブですね。何でしょう、はい、いや愛がないと第一真央さん出てくるそれか、はいはい、愛はあるんか、うん、そうですね、なんかね愛を込めて何かをするっていうことに来年はすごくねチャレンジしたいっていうのを最近思い始めたんですよ、うん、はい、だからあ今年はそれを探る年だったのかなってちょっと思った。じゃあどっちかというと探る方かもしれないですね。探るかもしれないですね。あなるほど、はい、実は私ねこれなんか毎年この SNS で自分の中での今年の感じはこれでしたっていうのを年末に発表してるんですよ、うん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 、あらいつもほんまに、はいはい、だからぜひ今年その今お預けお預けでちょっとさせていただきたいと思いますので、皆さん聞きたいですよねいやこれはねいつもね12月31日のうちの中でのね有安のブログの恒例行事なんです。皆さんぜひ SNS で発表いたしますのでお待ちください、はい、皆さんねぜひね考えてみましょう、はい、概要欄にぜひお願いします、はい、ぜひお願いいたします、はい、
ケープラーニングとは映像イラストを制作しているグループのことです。皆さんとつながり新しい発見をしていきたいと思っております。ぜひメッセージなどでご意見ご感想をいただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。明日18時にケープラ主催のエンタメ企画を公開いたします。はい、イエーイ。今年最後のケープラのエンタメ企画となっておりますのでお楽しみ。それでは来週金曜日23時にお会いしましょう。お相手は有安有里とひらかりんでした。